日本東京都中野区、白鷺白鷺は東京都中野区の地名。現行行政地名は白鷺1丁目から白鷺3丁目。郵便番号は165-0035。中野区の北西部に位置し、町域内を三王生寺側が横断している。この三王生寺側を境に各町域と接しており、東部は若宮、山和町に接する。 西部から南部にかけては、杉並区下井草。南部は、杉並区阿佐ヶ谷北。北部は、西部新宿線を境に詐の宮と、それぞれ接している。杉並区との草境から妙正寺川沿いに等身すると、西部新宿線詐の宮駅がある。詐の宮駅は急行停車駅でもあり、当地域周辺に在住するほとんどの住民が、利用する。詐の宮駅前には、 中杉通りが通っており、北の中村橋駅、練馬駅、南の阿佐ヶ谷駅、小木久保駅を結ぶ関東バスが走っている。白鷺一丁目付近には、阿佐ヶ谷駅方面への折り返し便も通っており、交通の便は非常に良い。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、白鷺3から6から9の地点で41万2千円、平方メートルとなっている。 白鷺は1965年7月1日の住居表示施行により成立した町名である。住居表示前の旧町名である杉の宮から、杉か宮のどちらか一文字を残したいという住民の要望が町域内にある副造院という寺院の産後を白鷺山と一致し、これをそのまま取り入れたものである。2017年12月1日現在の世帯数と人口は 以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。